2016年のスーパー GT は、2016年4月9日10日に、岡山国際サーキットで開幕し、同年11月13日にツインリンクモテギで、閉幕した全8戦のシリーズである。全8戦は前年と同じだが、開催順が大きく変更され、ほぼ2014年と同じスケジュールが予定された。タイラウンドが10月開催に戻り、それと入れ替わる形で、 オートポリスが5月、スポーツランドスゴが7月の開催となる。ところが4月の熊本地震で、震源地から近いオートポリスもコース、施設にダメージを受け、周辺道路が寸断されるなどアクセスにも問題を抱えたことから、同地での開催を延期、後に中止となった。この中止に伴い、ツインリンクモテギで行われる最終戦で2レース開催し、そのうち、 大体レースを予選日であった11月12日に予選と決勝を1日で最終戦を本来の決勝日である同月13日に予選と決勝を1日でそれぞれ実施することとなったセーフティカー先導中のピットインが禁止される GT500 クラス燃料流量リストリクターのサイズがこれまでの 100kgH から 95kgH へと変更となるまた ウェイトハンデについては、前年までは 50kg を超えた場合 50kg 相当分は燃料流量リストリクターを絞って対応していたが、本年は2013年以前の実際のウェイトを搭載する形に戻される。空力パーツの適用においても、高速サーキット向けのローダウンホース使用は、富士スピードウェイの2開催のみ、使用か、と明文化された。 GT300 クラス FIA GT3 車両は、前2016、前2015の未参戦が可能となり、前2014は、移行期間対象者としシーズン中のマシン変更が求められることになった。予選方式ポールポジションを獲得したドライバー組に、ポイント1点が授与されるほか、GT300 においては、急に進出台数が13台から14台へと1台、増やされた。 GT500 クラス GT300 クラス大阪オートメッセ2016で展示されたストディ BMWM6GT3GT500 クラス伝送コベルコサード RCFGT300 クラス年間エントリー台数は GT500 クラスが15台 GT300 クラスが30台計4 5台となっているこれに対してコースごとに設定されている決勝の 最大出走台数は、スポーツランドスゴが43台、チャーンインターナショナルサーキットが39台、他がすべて45台に設定されており、スゴとチャーンでは、エントリーされている全台数が出走した場合予選落ちが発生する。タイアイコール B、ブリジストン、Y、横浜、D、ダンロップ、M、ミシュラン GT500 クラス GT300 クラス GT500 クラス、GT GT300 クラス、ありがとうございます。